新庄強し新庄劇場新庄劇場とは元プロ野球選手の新庄強しが主に北海道日本ハムファイターズ所属時に行ったグラウンド内外におけるパフォーマンスの総称である。日本ハム時代のアルファベット表記での登録名から新庄劇場と表記されることもある。基本的には現役最終年となった2006年の出来事を指す。講義では2004年から2006年の 日本ハム時代全体を指し、最高技では野球人生全体を指す。新庄は2006年のシーズン開幕直後の4月18日に同シーズン限りでの現役引退を表明し、日本シリーズで優勝して引退するまで、試合そのものでの活躍と試合前のパフォーマンスショーなど、ファンサービスで注目を浴び続けた。なお、日本一を達成したこの年の日本ハムの活躍が、 新情劇場と称されることもある。本人は、この劇的なラストシーズンについて、持ってるわ、俺。本当にこの漫画みたいなストーリー、できすぎてません。これ今後俺、体に気をつけたいと思います。と総括した。この、新情劇場のフレーズは、本人自体を指す、新女と共に2006年度、ユうきに新後流行語大賞の候補に、ノミネートされた。 2006年10月24日、札幌ドームにて、新庄劇場のフレーズは、日本ハム1年目の2004年頃からマスコミが使用し始め、2006年に定着した。2005年に、古田敦也は、自身の当時のブログに、新庄劇場と題して、新庄のファンサービスについての記事を書いている。見せる野球に関わり、本類ガジの談話にて、独特の打法命名をするなど、 独自に考案したファンサービスも積極的に行った。時には同僚も誘って実行し、その狙いは自身以外へも興味を持ってもらい新たなファン層を開拓するきっかけづくりにあった。この考えについて共にファンサービスを行っていた後輩の森本、キ明キラは自分を見に来たファンに他の選手を覚えてもらおうという感覚はすごいと語り。 新庄の引退後もその役割を引き継いでいる。試合前のパフォーマンスショーなどを行う際、事前に相手球団や監督からも了解を得るなど気配りした。また、パフォーマンスは、結果を出してなんぼ、という心情を持ち、ショーなどを行った試合でのチームの勝敗、自身の成績にもこだわった。被り物を着用して試合前、シートノックを受けるというパフォーマンスを時折言った。 2004年から2005年にかけての該当試合で、チームは3勝1引き分けと無敗を続けていたが、2005年9月19日の西武ライオンズ戦で初敗戦を喫すると、これを機にぶり物パフォーマンスを封印した。ぶり物のモデルバイク入場賞2006年3月25日、シーズン開幕戦は、新城の発案で、ファイターズ超満員大作戦と銘打ち、 何かやりますと予告されていた。試合開始に当たり守備へ着く際に、場内照明が消され、自身がハーレー・ダビッドソンのトライクを運転して入場し、場内を周回して、守備位置へ向かい、続いて、他のスターティングメンバーもそれぞれサイドカーの助手席に乗車して、守備位置へ向かうというパフォーマンスを披露。ユニフォームに、私服の上着をは、おい、無謀。 サングラス姿の新庄は運転しながら立ち上がり、笑顔でハンドルから離した左手を高く掲げ人差し指を立てて一番のポーズを決めながら走行した。この試合でチームは勝利。地上50メートルからゴンドラに乗り降下2006年6月6日、阪神タイガー,アース戦は、先の開幕戦に続き、ファイターズ超満員大作戦第2弾として、 新城から死をかけて危険なことをすると予告されていた。試合前に場内照明を消してレッツグルーブの音楽が流され、中堅守備1付近の地上約50メートルにある天井のスピーカー用スペースから吊るされた35センチメートル四方の小型ゴンドラに乗った新城が地上まで降りてくるというパフォーマンスを披露。ユニフォームに無謀、サングラス姿の新城は 笑顔で両手を交互に高く掲げ、一番ポーズを決めながら降下した。この企画プロデュースは、有名アーティストのコンサート舞台装置を手掛ける会社が担当してリハーサルは別人で行い、本人はぶっつけ本番であった。降下中にサングラスの下で目をつぶっていた新庄は、高所恐怖症であるが、この企画の発案のきっかけは、サプライズ。新庄と目打って、 ファンを対象に行った当シーズンのパフォーマンス内容の希望を募るアンケートへの回答に空を飛ぶといったものが多かったためである。この試合でチームは勝利。イリュージョン賞2006年9月15日、千葉ロッテマリーンズ戦の試合前にイリュージョン賞を披露した。その内容は、オレンジ系色のジャージ姿に、グレー系色のフルフェイス型ヘルメットをかぶった心情が、 密閉された箱の中に入り、内側側面に手足を拘束されて、身動きが取れない状態を作る。そこへ新庄とは、別色である黒系色のジャージ及びフルフェイス型、ヘルメット姿の人物が運転する大型バイクが突っ込み、箱が貫通して突き破られると、拘束されているはずの新庄の姿がなくなっている。そして突き破ったバイクの運転手がヘルメットを脱ぐと、その人物は、 新城であったという脱出、瞬間移動の複合技である。この企画プロデュースは、三条兄弟の父親で、イリュージョニストの北見真が担当した。この試合では相手先発投手が、渡辺俊介であり、苦手な同投手が、先発時は、普段より先発メンバーから外れており、途中出場してチームは勝利。始球式での投球を打者として打つ場合があり、2004年には、 男子ソフトボール日本代表投手と始球式では異例の3級勝負を行い三振。同年のオールスターゲームでは小学生の投球を打ってファウルフライ。他にも女子小学生の投球を左前アンダなどの例がある。2005年3月26日シーズン開幕戦で過去にオロナミンシードリンクの CM で共演した上戸彩が始球式投手を務めた。 この時打席に立った新庄はバットを持っておらず、ズボンのポケットからオロナミン C を取り出し、ビンをバットに見立てて構えた。直後には CM での決めポーズを披露。投球に対してはビンを使って、空振りのポーズを取った。この試合でチームは敗戦。2005年5月6日セパ交流戦開幕試合で、自身が映画、スターウォーズシリーズの登場人物、ダースベーダーに紛争して、 支給式投手を務めた。これは、当時の新作、スター・ウォーズ・エピソード3、シスの復讐の公開記念イベントであり、監督のジョージ・リューカスが、メジャーリーグ時代の新庄を知っていたことから実現した。当時故障を抱えていた新庄はこの試合に、途中出場し、チームは敗戦。現役引退後の二千八年五月十八日、ソフトバンク対日本ハム戦で、自身が、 ソフトバンクのユニフォームと2006年度ゴールデングラブ賞商品の金色のグラブを着用して始球式投手を務めた。この時は打者の森本木明と一打席の勝負を行い、時速140キロメートル超の速球で内野ゴロに打ち取った。その後、主 o 球をマウンド付近から右翼席へ遠投で投げ入れて、さらには金色のグラブも一塁側席へ投げ入れた。 この始球式は2016年の東京での五輪開催を目指す招致委員会のイベントであり、新庄が引退後にグラウンドへ姿を現すのは、これが初めてであった。2004年のオールスターゲーム第2戦で、1回裏の先頭打者として、プレイボール前に左翼席を指差し予告本塁打のポーズを取った後、初球でセーフティーバントをして一塁アウトとなった。 1999年のオールスターゲームのホームでの2試合にて、ホーム用ユニフォームに、ビジター用と同じ黒一式の帽子、ヘルメットを組み合わせて出場した。なお、阪神球団は、翌2000年オフに、ビジター用ユニフォームのデザインを変更するにあたり、当時 FA 宣言中の新庄に、新デザインへの意見を求めている。2005年のオールスターゲーム第2戦の試合前に、 グラウンドに姿を見せた時に着用していたユニフォームは、通常はチーム名がプリントされている胸部分に、新女、逆に背中に、ファイターズと正反対にあしらわれていた。自身に曰く、今日は、新庄ファイターズで、そのまま試合出場しようとしたが、規則違反で着用許可は得られなかった。また、故障の影響により今回の休園で唯一となった、打席にて、 本来は、死球式で使用する予定であった黄金色のバットを使用し、こちらも、規則上は、試合での使用不可であるが、お祭りだからということで黙認された。スパイクシューズは180万円相当のダイヤモンドが、両足の甲部分に一個ずつ埋め込まれたデザインで、一試合ごとに別のものを作成して着用した。2006年4月30日ソフトバンク戦にて、 ユニフォームの下にポロシャツ風の襟付き練習着を着用して出場した。その服装を問題視したソフトバンク王貞治監督が試合途中で審判団に規則を確認するよう求めた。新庄は試合前、柳田球審に着用の可否を確認したところ、現行規則では明記されていないため、前川義尾パシフィックリーグ審判部長の 今後の検討材料にするとの判断で許可を取り付けていた。柳田は実際ネックウォーマーのようなものをしている選手もいます。ただ新庄さんがやると目立ってしまいますからねともコメントした。ソフトバンク側は子供たちや青少年に悪影響を与える。何らかの形で今後も問題提起をしていきたいと表明。事前に相談を受けていなかった。 日本ハム側も、新庄と話し合いを持ち、今後は着用しないという結論に至った。審判部は、マナーの問題として、今後の着用を認めないと正式判断し、翌5月1日に、日本ハムへ通達した。新庄は5月6日、楽天戦にて、形的には、襟となるが、今回は、前回のような大ぶりの解禁ではなく、短くて立っている。 スタンドカラータイプにモデルチェンジしたものをユニフォーム下に着用し出場。今回は審判団に未申告のままでの着用であったが、一見では普通のハイネックアンダーシャツのようでもあり、試合中の審判団からの注意や楽天側からのクレームはなかった。試合後に報道陣から見解を問われた中村球心は襟といえば襟かもしれないしと判断に迷いゼックしたが、審判部は 翌5月7日に以下の2点を日本ハムへ通達した。前者の通達を不服として、日本ハム、高田茂 GM が申し入れて5月24日に行われた前川審判部長との会談では、球界全体のユニフォームの着こなしの乱れを例に出して意見交換されたが、やはり規制する明確なルールはなく、前川はマナーの問題として今後、 エリツキは一切禁止し、審判からの着替え要求に応じなかった選手は、侮辱行為などとして退場させるしかないと示唆した。新城自身は、球団広報を通じて5月7日に、ファンのために、選手個々がいろいろなことを最初にやる勇気を持ってほしい、などと声明を発表。また8日の北海道のテレビ番組では、特に未来の球界を担う、若手選手のファッション性向上を訴え、 もう野球だけじゃこれからはダメです。おしゃれで見た目も良くて、かっこよくて、そうじゃないと若い子は見に来ない。そういうことを若い選手がどんどんやればみんな来ますよねと話した。新庄と話し合いを持ってきた高田 GM は、新庄の一連の行動のすべてまでは肯定していないが、5年後、10年後には新庄の考えが正しくなっているのかもしれないと話している。 なお、新庄のこの一件との関連性は不明であるが、この頃ろを境に、日本ハムのホームゲームのボールボーイ、バットボーイ、全員が、襟付きのアンダーシャツを着用するようになった。2006年5月18日、阪神戦では、阪神球団関係者から、現役引退記念に贈られた阪神時代のユニフォームを着用して試合前、シートノックを受けた。この行為に対して、 阪神ファンなどの観客からは拍手喝采祭が送られたが、日本ハム球団及び連盟から注意を受けた。また、新庄が阪神に在籍していたことを知らなかった、トレイ・ヒルマン監督はこの行為に対しては戸惑ったと、後に語った。着用したユニフォームは秋に、札幌パルコなどへ設置の引退記念グッズショップを巡回して展示された。2006年の現役最後となる。 オールスターゲーム第一戦にて虹色の輝きを放つバットを使用。そのカラーリングにはいろんなカラーを持った人間という意味が込められていた。腰には電光掲示板が取り付けられたベルトを着用し、画面には Nevermind トエバー e v e r I do イズ n イ s my treasure というメッセージが流されていた。このベルトは試合でダイビングキャッチを観光した際に破損し、虹色バットも 岩瀬ひとのりの投球を打った際に粉砕した。新城はこの試合前のパフォーマンス案として、球場の上空にヘリコプターで登場して、単身でグラウンドへ降下するというものを考えていたが、その行為は国の許可が下りないものであるため断念していた。第2戦での新しい電光掲示板付きベルトのメッセージは、あいう夢は見るものではなくつかむもの。 ここまで野球ができたのもファンのおかげなど、虹色バットの方は予備も用意していたが使用せず、ありがとうございます。